会があったのよ。たーちゃん食べれません。え、これ冷た、温かくない。今日もらった時期と違う髪色、石灰にあったの冷めたからな。アッシュ入れてる。そう、グレーっぽい感じにね、いつもしてくださいって言ってるんだけど。さあ、でも今日は週末にいい感じになるようになってるから、あれちょっと暗め。でもね、こうしたら結構暗いけどね、鏡で見るとね、あ、結構暗いわ結構暗いわ。そう、カスちゃんの生誕ではいい感じの色になってるはず。髪伸びたよね。伸びました。僕はレッドが好き。あ、からあげくん、レッドみんな好きなんだね。リラ、レッドヒーヒーハーハーしながら食べなきゃいけないから、いつもレギュラー食べる。うんふん、ちょっと硬いの。見て、卵おしゃれでも買ってきた。明るかったよな、髪の毛暗くしたんだよ今日。暗くしてきたの今。 Now、 押してから初めて髪色変えたの。え、嘘、違う違うよ、変えてる変えてる多分今回が結構ちょっと暗くなっちゃったから。めっちゃ狙われてるのよ寝してる配信や、ごめんね。お腹空きすぎてさ、ご飯食べさせて。やめて、ちょっと充電器の線はやめてね。押してから初めてじゃない、12月でしょ。1月の中旬にもね、実は髪美容室に行ってるんだな。いや、毎月1ヶ月に、本当は2週間に1回行ってたんだけど、最近は1ヶ月に1回かぐらいかなに行ってる。今回はね、ちょっと結構暗めになって、でもね、この暗いのも洗うとすぐ落ちるし、アッシュだからね。そう、レリアすぐ色抜けちゃうの。アッシュだからすぐ洗うと抜けるし、あとアイロン、ヘアアイロンとか、女の子ってさ毎朝ヘアアイロンとかするじゃない。それをするとね、秒で明るくなる。ほんとこんなの一瞬よ見ててみ、一瞬一瞬。ルアにご飯あげよう、ルアにご飯あげようと思ったんだけど、さっきおしっこ失敗したから、配信終わってからねっていう罰を与えたらでもまだルアにご飯の時間にはちょっと早い。怖いって言われてる夜は。色抜け楽しみにしてる、楽しみにしてて。これでもね、見てほしい。多分太陽光に当たったらね、結構綺麗な色なの。グレーっぽい、下の方がめっちゃグレーって感じで、上はね、上と下でね、うまく色を分けてくれてんだけど、部屋はね若干明るい、綺麗な色。これほんと色抜けたのがね一番綺麗だから、楽しみにしててほしい。みんな綺麗に抜けるよ。何食べてんの。卵サラダ、真っ黒も似合うよね。ほんと昔真っ黒だったからね、冷めちゃったけど。大人っぽく見えますね。ほんとよかったならいいや、巻いてもらったらいい感じ。そう、やっぱ美容師さんのさ巻きがさ綺麗よね。綺麗綺麗、楽しみ楽しみ。下のグレージュ感綺麗。そう、分かってくれる。そうなの、この下のグレージュ感がめっちゃ綺麗なのよ。あの女の子はね、グレージュとかそういう髪の毛が好きなのよね。好きでしょリラは好きなんだけど、グレージュとかアッシュとか、だからいつもそういう感じの色にするんだけど。そうそう、だから
みんな可愛いねって言えばいいんだよ。男の人は髪の毛染めたら可愛いねって、いい色だねって言ってくれたらいいんだよ。こんばんは、こんばんは。可愛いねということにする。どういうこと？可愛くないってこと？ほら、カタカナの可愛いねは心がこもってない可愛いねだ。じゃあかなち、めっちゃ卵だなと思ったら卵サラダだからか。グレージュ好きでしょ。グレージュ感綺麗だね。分からんけど、うんうん、そうそう、綺麗だね。グッジョブ。何してても可愛いので無問題。よかった。姉さん前髪も切りましたね。あ、そう、この前おむつに前髪切ってもらいました。今日は切ってない。あ、切ったか、ちょっとだけ。みんな大好きカタカナさん、可愛い、ありがとう。じゃあ今日これから主食食べるんだけど、問題です。今日のリラの主食前髪の感じよくキープして、よかった、頑張ろう。今日のリラのメイン料理は何でしょうか。はい、当てて。ヒント、麺類。え、これバレバレじゃない？あ、絶対バレないか。麺類。今日お米食べたかったんだけどさ、麺類にしちゃった。しかもさ、本当は家でさ、砂糖のご飯があるからね。ねえ、ちょっと聞いて、最近さ、なんかあの加湿器、除湿って空気清浄機から変な音なんだ。ピヨピヨみたいな、キューキューって。明日お掃除しようと思うんだけどさ、ゴミが詰まっちゃったのかな。ほら、ルアちゃんダメ。え、なんか鳥みたいな鳴き声する。怖っ。ピヨピヨって音がする。聞こえる？ピヨ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 みたいな、うんうんうん、ピヨ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 みたいな。うん、正解ないわ。てかみんな全然答えてないじゃん。麺類だけじゃ分かんなかった？え？分かるよ。ちょっと不思議な麺類ってこうか。加湿器にピヨ住んでる。空気清浄機のピヨカワロス。コンピヨ。ヌリンは主食食べる前にお腹いっぱいになると思うって妹が言ってる。え、ちょっと待って、思ったんだけど、ではリラの今日の主食をお教えします。ダメ、バー。コンビニね、コンビニで買ってきたよ。今日は急いでたから。あー、なめてん。ブー。あ、お座り、お座りして。え、なんか目腫れてるよ。寝てたの？今日の主食はじゃ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 ーん、焼きうどんでした。ハッピーバレンタイン。わー、ゆうちゃんチョコありがとう、美味しそう。まさかのうどんとかって言ってる。うどんってその他いないわ。焼きうどんでした。実は実はリラ焼きうどんが大好きでございまして、でリラ今思ったことがあって、いや、昨日もうどん食べた。昨日はあったかいうどんだったけど、
え、リラうどん食べ過ぎ。てか明日はね自炊するちゃんと。ちょっと今日は思ってたより本当はもうちょっと早く帰ってくる予定だったんだけど、思ってたより遅くなっちゃって。明日何作ろうかな。あー好き好き、ありがとう。そんなに食べれるのかな言ってもいい？妹が言ってたからさ、リラ意地でも食べようと思うけどさ、若干お腹いっぱい。今日お昼うどんだった。いいね。野菜1日分の野菜が取れるうどんって書いてた。これでリラ1日分の野菜取れるらしい。オッケー、いただきます。うん、おいしいわ。ルアがガッツキすぎてる。ちょっとサラダは興味なかったのにでお腹いっぱいになってちゃった。ノリン正解だね。うん、ちょっとでも妹にお姉ちゃんすごいんだぞってところ。でもね今日一番やりたいことがあって、それ食べ物なのよ。だからお腹ちょっと残しとくわ。これちょっと食べて多分ちょっと数時間したらお腹空くから。うまっ。焼きうどんみんな好き？なんかさ焼きうどんって好き嫌い分かるじゃん。いや焼きうどんめっちゃ好きなの。あのね小さい時にじいちゃんが焼きうどんをよく作ってくれたんだけど、具なしなんだけどね、それがめっちゃ美味しくて。そう焼きうどんめっちゃ好きなんだよね。うんうんうん、まあ焼きうどんなんだね。僕も好きなんだ。いいね、焼きうどん美味しいよね。焼きうどんってでもこれちょっとなんかあれだ、ディラが思ってた焼きうどんとちょっと違う。何入ってんだろう。なんか味がちょっと違う。よいしょ。よりもじいちゃんが作ってくれて好きになった。だよね、やっぱリラの家系はじいちゃんが焼きうどん作ってくれるから好きになる。おっちいですね。てかね、今日の夜から明日の朝にかけて雪が降るかもしれないってニュースが言ってました。明日の朝お仕事行くとき気をつけて。三重県の亀山食堂の焼肉ホルモンと一緒に食べる焼きうどんめちゃくちゃ美味しい。めっちゃ美味しそう。三重県では三重県ってさどこ？ではなっちゃん三重県ってどこ？呼んでない、ごめん呼んでない。三重県ってどこ？なっちゃん、なっちゃん三重県ってどこ？じゃ三重県ってどこ？はい、平野でも8センチメートル見えましたね。平野、ヒロって地域あるの？すごい。この間雪の日にライブお疲れ様、ありがとう。三重県名古屋、あ名古屋伊勢神宮、あわかった、伊勢神宮ね。平野か平野でも平野って平らな野原だから我たち平野か。正解、天才犬やな。聞こえてた？ルーちゃん答えてたの？名古屋の隣だよって言ってたの。ルーちゃん賢いね、あんた頭いいんでしょ。あんた頭いいんでしょねえ。天才犬だって。ありがとうってしな。はい、ありがとうって。ありがとう、はい、どういたしまして。今ちょご飯食べてから。なあちゃんのが賢い。おいおい絶対分かってなかったよ。なあちゃん
りょうちゃんはまだリラより年下だもんね。いつか抜かされてしまうんだけど、まだ赤ちゃんだ。ワン、そうだよってワン。主人より頭がいいとか、おいおい、バカよ、バカバカ。どうでもいいけど、その髪の毛の色めっちゃすごくかわいい。今の色すごくかわいい。やったー、ありがとう。基本いつもこういう感じに染めるからね、抜けたらめっちゃ茶色くなっちゃうけど、いつもだいたい同じような色にしているから。また抜けても戻ってくるよ、この髪色に。まあでもね、あの抜け具合によって若干ね、美容室の薬の作り方とかで変わっちゃうからあるんだけど。落ち着いた大人の女性って感じ。やった、ルインタン、ルアさん、リアさん賢いじゃん。リア、ルアより負けてて、ルリンより負けてんの。下はリア、ルアよりめっちゃバカじゃん、最低。でもみんなリラが好きだもんね。そんなリアが好きだもんね。うんって言うんだよ、なんかいっぱいだ。その髪色でアッシュ入れてポニーテールしてガッツリ音見ちゃき。おー、確かにアッシュってあれか、こうなんかメッシュ、アッシュポニーテ、みんな男はポニーテ好きだもんな。みんなルアちゃん、そこさっきルアちゃんがおトイレ失敗したところです。そう、あーちょっとギリギリよ、もっと真ん中でしなさい、バーカ。宮城県の場所とか前に都道府県の場所覚えなかった。覚えたんだけどさ、忘れちゃった。なんか覚えてるとか覚えてないけど、覚え忘れちゃうの。口悪すぎやろ。いや、今なんて言った、バカって言ったな。大変、お口悪いのバレちゃうわ。そう、伏せ字になっちゃうんだよね。ヤダの髪型でポニーテールが一番好き。本当？ありがとう。あー、ライちゃん、ライちゃんちょっと待って、見せてみて。あ、いいよ。あ、ごめん。ライちゃんはね、いつもね、悪い子ちゃんだからね、ライちゃん。たまに悪い子ちゃんだ。おー、全部できた。ね、明日バレンタインデーだよ。ルア、ルア、明日バレンタインデーだよ。明日おやつあげるね、2個、特別、特別2個あげるね。まだチョコレート食べれないから、あ、明日チョコレートみたいなおやつ買ってきてあげようか。チョコレート味のおやつとかないのかな。ガトーショコラくれ。ガトーショコラ美味しいよね。あげない。チョコレートみたいなおやつあったらいいな。え、みんなはさ、在宅勤務だからさ、あれ、会社の人とかからもチョコとかもらえないか。今は、今は初見さんいらっしゃいます。明日はネジメンバー同士でチョコ交換するんですか。明日はメンバーに会わないですね。
チョコ交換するんかな。基本は作りたい子が作ってたけど、ご時世的にね難しいよね今手作りね。クリスマスライブの時ポニーテール姿見て可愛いってこっそり言ってました。嘘、ありがとう。在宅だし義理チョコもないから昨日りなちゃんからもらったからいいや昨日の入場特典でどうぞ。姉ちゃんってお菓子作りうまい子いるの？どうだろう、あんまりねみんな作ってるのもらったことあんまないかも。でもみんなうまいんじゃない？女の子だからね青山さんからはねもうリラもらっちゃったんだよクッキー昨日。ちゃんとリラハッピーバレンタインって。あーこれはダメ、リニャンからリラがもらったの。あーめいちゃん、めいちゃん上手そうだね。でもリラめいちゃんの手作り食べたことないかも。え、ある？え、ないと思う。そうじゃん、めいちゃんパティシエじゃん。え、ちょっとじゃあリラにさマカロン作ってほしいな。いやさマカロン作ってみたいんだけどさ難しそうだから。マカロン食べたい。マカロン今度挑戦したいんだよね。ゆずちゃんうまそう。確かに料理上手だしね。でも食べたことないか分からないけど上手だと思う。みんな上手よ。みおちゃんから手作りとかもらったありら死んでしまうかも。そっか、パティシエってさケーキかな、何でも作れるのか。おやつならうんいいね。みんなはさバレンタインにもらうとしたらさ何のチョコが好き？男の人目線でも女の人目線でも。みゆちゃんって時は僕が思います。ダメだよ、リアンだから。あげません、あげません、あげませんもらってもないのに。もらってもリラはみんなにあげない。リラだけのものだよ。バレンタインってさみんなチョコロケが食べたいんでしょ？甘くないのバレンタインは甘いものを作る日なんだよ。実はチョコあんまり好きじゃない。ほらやっぱいるんだね。リナのパパもあんまりチョコ好きじゃなかった気がする。なんかママチーズケーキいつも作ってたイメージ。パパにパパチーズケーキが好きでチーズケーキを作ってたイメージ。ルイズの生チョコ茶色のチョコ好きくない。そうなんだ。ホワイトチョコ、調理系前に苦手だって料理の方が嬉しいですね。現実、世の中の現実。そうなんだ、男の人って意外と甘いの好きじゃないのね。なるほど、メモメモ。もらってるしな気持ちですけどね本当かよ本当かよ。ウイスキーボンボン、何それ。ウイスキーボンボンって、あ、ボンボン知ってるよ。ボンボン生チョコみたいなカリッとしたチョコでしょ。いや、なんかなんだあれ、何作ろうとしたんだっけ。いや毎年さ自分食べたいからさ手作りするんだけどさ、まあ、去年はメンバーにも配ったけど。そういえばルーターのガトーフルマージュ美味しそうでしたよ。あれじゃん、ルーブルブルブルルーターのさ、あの白のさ
あれは知ってるんだけどさ、チョコバージョンがあるってこと、ガトーだから。え、ガトーってショコラだから、ガトーショコラだから、チョコ、それ美味しそう。ちょっと送って、ママ、ママ見てると思うから。何鼻で笑ってんだよ、ヒデ。いや、言うことが面白いなと思って。最近駅中でルターの地図系出てるよ、リラ出てるとリラちゃんの顔が浮かぶ。ほんと？ルターは、ルターは何が美味しいかな。ルターはね、なんか生チョコみたいな、三角みたいなチョコ美味しい。紅茶の、あと、え、あれルターかな、いちごの、いちごにチョコ包まさってるやつ、チョコにイチゴ包まさってるやつ、なんか一時期ハマってたんだよね。でもやっぱロイズの生チョコが一番好きだな。ガトーショコラも人気なんだ、ルタオ、知らんかった、だって。へえー、食べた、美味しそう。甘いもん食べたくなるね。六花店のやつ、うんうん、え、ちょっと調べて。え、ルタオのさ、え、あれルタオじゃないのか、ロイズなのか。なんかリラが空港に行った時に買って、一目、美味しくて一目惚れしたの、あのカンカンに入ってるやつ。池袋の百景とかとかとか似ててるよ。いや、そうなんだ。東京駅とかにもありそう。ないか。東京駅って意外とお土産屋さんでさ、いっぱいあるよね、お菓子。死ぬほどお腹いっぱい。お菓子食べられないかも。お菓子って言っちゃった。ルターのイチゴの塗ってあった、ルターのイチゴ塗ってあった、ルターのイチゴ塗ってあった、分かんない、ルターじゃないかな。ルターの弊社でも売ってます。ルターは弊社でも売ってますか。みやちゃん、ご実家はおたるでしたっけ。そうそう、ね、ママに送ってもらおう。え、ブル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 ルーブルブルブルフロマージュのショコラ、ガトーを食べたい。逆にホワイトデーもらって何が嬉しいんだよ。ホワイトデーはリラはいつも毎年昔はパパとじいちゃんにあげてたんだけど、ロイズの生チョコをもらってた。でも結局さ、何もらっても嬉しいよね。でもいつも食べないチョコとか嬉しいかも。自分じゃ買わないし、チョコってあんまり。ゴディバとかさ、買わないじゃん、高いけど。何もあって嬉しいのね。今までロイズの生チョコしかもらってないからさ。でもそれもさ、多分中学校までじゃん、小樽にいた時だから。東京来てからパパとかじいちゃんにバレンタインあげないし、やっぱロイズだよな。ねえ、ロイズ美味しい、本当に美味しい。なんであんな美味しいの。なんか最近さ、あのセブンで北海道フェアみたいにやっててさ、ポテチチョコ売ってた。なんかあれとはまた違うんだろうけど、ポテチにチョコかかったやつ売ってて、うわって思って。フレーチョコよりもセコマのフライドチキン食べたい。セコマのフライドチキンを食べたことないかも。美味しいんだ。でもセコマとって東京にもあるんでしょ。フレーズの生チョコは美味しいですよね。美味しい、これ本当に美味しい。これちょっとお腹いっぱい、後で食べるわ。カートで食べるね。後で美味しくいただきます。ちょっと一旦休憩。埼玉にあるんだよね。埼玉か。ホットシェフついてるお店があんまないんだけど、そっか、
やっぱセコマったホットシェフが美味しいんだよね。ぜひ皆さんも車とかでお出かけしてセコマートを見つけたら寄ってみてね。あんま種類はないかもしれないけど、北海道ネタだった久しぶりに三好野の、わあ三好野懐かしい。あれ餃子屋さんだよね。餃ジャンボ餃子カレー、え、美味しそう。ユリンタン予想当たり、食べきれないねね。あっち食べるの、今喋ってるの。茨城に多いセコマ、そうなんだ。じゃあみんなで埼玉と茨城に行けばいいんだ、セコマート巡り。面白い、絶対知らないじゃん。都内にもあればいいのにね。あ、小樽市ふるさと納税してマロンコロン、リラが一番好きな小樽のマロンコロンってどこのお店だっけ。マロンコロンが好きなの。あのね、とっても美味しいよ。ミルフィーユ状になってるクッキーみたいな、で外がコーティング、チョコでコーティングされてるんだけど、死ぬほど美味しい。で甘党だ。でもこんな大きいクッキーなのね、1個でもこんな大きいクッキー食べにくいよって思うじゃん。したらちっちゃいのが何個か入ってるセットもある。これぐらいちっちゃいクッキーになって、それがね一番食べやすくて美味しいかも。でもやっぱミルフィーユ状になってる分厚いのを食べたくなる。ぜひ甘党のマロンコロン皆さん食べてください。おすすめです。リラもママも、妹は好きかどうか知らんけど、リアとママが2人とも大好き。あと甘党のクリームぜんざいだっけ、美味しいんだよ。言ってんだよバカ野郎、バカ野郎バカ野郎。そう、運河の月、そうそう。関東だと成功マット車出ないとなかなか行けない場所ですよね。そうだね、リラ見たことないもんだって、東京で見たことない。ルタオとかお寿司とかマロンコロンとかあんかけ焼きそばとか、小樽いろいろあるよね。本当に小樽美味しいよね。とりあえずよく分かんないけど美味しいのだけ伝わった。え、調べてみて、本当に美味しいから。マロンコロンって言われたら、え、マロンなの、栗なのとか思うじゃん。え、栗じゃない栗じゃない、リラも栗食べれないんだけど、いいやだ、本当に美味しい。調べて食べてみてください。わかったよって、ルアも食べるの、ルちゃん食べられないでしょうが。はい、ちょ頭、栗食べれないのか。栗ね、挑戦をしたことあるんだけど、なんかあまり好きじゃない。別に食べれないわけじゃない。甘党って店の名前なのか、そうそうそう。栗ね、好きじゃないね。ちょっと時間ないじゃん。ちょっと聞いて聞いて、リラがね、この前セブンだったかローソンだったかすっごく忘れちゃったの。結構前から買ってあったんだけど、みんなにこれを挑戦してみてほしいと思って買ってきた。じゃじゃん、見て、極激辛味の焼きそばのポテトチップス。ミラー、多分これのさ、焼きそばを、ペヤングの焼きそばを YouTube で食べて、結局食べれなかったんだけど、食べれなかったよね。え、食べきったんだっけ、忘れちゃったけど。そうだ、でね、見つけてリア食べれるかなと思って、ポテトチップスならいけんのかと思って買ってみた。これをみんな食べて、リラが食べて、あの食レポするから、みんなも買ってみてほしいなと思って。お金余裕できたら、おたるの海鮮市場で5500円のウニ丼食べたいっす。かっけー、美味しそう。リラウニ食べれないんだけど。
え、ちょっとウニ食べれないんだけども、マロンコロン有楽町のどさんこプラザにありそうだって。みんな有楽町のどさんこプラザに、あ、どさんこプラザあるね、行ってみて。 YouTube の食べる企画大体食べれてなかったような、あは、食べてなかったか、ポテチなら食べれるかな。そう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 、焼きそばはねすっごい辛くて、もう口から炎がブワーって出るぐらい辛かったけど、え、ポテトチップスならさいけんじゃねと思って買ってみました。みんなこれあんまね、それから一回見つけてないんだよね、どこに行ってるかわからない。ちょっと覚えてて、みんなも食べてさ、リラに食べれたか食べれなかったか言ってよ。何それ美味しそうでしょ。え、辛いの食べれる、みんな食べよう、食べて食べて、ちょっと開けてみるね。まずまずお匂いが大事よね。お匂いお匂い、ルアちゃん辛いから逃げな。ちょっと開かないな。え、ルア開かない、どうしよう。下手じゃないの。あ、え、ちょっと匂い嗅いでみ、嗅げないか。あ、匂いはコンソメのポテトチップスみたいな匂いしてる。こんばんは、こんばんは。カレンダーぶちまけないで、縦に切ったらさ、あの大変じゃん。頑張った。多分ポテチだからって舐めすぎて結局食べれないパターン見える。お水、お茶用意した。ボディじゃないので嗅げません。え、なんかね、匂いはね全然いけそう。コンソメパンチみたいな。ではちょっと小さいのからいってみるわ。じゃじゃん、ほら見た目もなんかさ、普通のポテチにちょっとなんか振りかけちゃったみたいな。じゃあ食べてみるね。ここはレイちゃん、ママが今から辛いの食べるから食べれたらチューしてね。分かった。うん、分かったの。夫婦じゃないわ。え、怖い、どうしよう。うわ、すっごい。ポテトチップスでさ、こんなに辛くできることある？すごいだろ。何入れてんの？またまた、そんなに辛いわけないやろ。期待通りのリアクション、リアクションお姉さんお疲れ様です。一枚食べて終わり、笑、やっぱりな、笑。何何が、人なんだかが開きましたね、笑笑笑笑笑笑。辛い、でもいけるかも。いや、匂いがすっごい美味しいの。目が大きい？そんな開いてた？怖いな。ラちゃんを食べたら死んでしまう。やだ、まだラちゃんは一緒にいてほしい。
もね、いけるいけるかいけるかも、いけないか、いけないわ、ダメ。うまいんだけどな、美味しいんだけど、美味しいんだけど、あのね、味はね辛い、味辛いしかない、でも美味しい。音だけ聞いたけど心配になって見に来ました早子今これ食べてるよ、辛い。あのね、ヒリヒリする辛さ、口の口く下のね、上からねヒリヒリしてる。これ明日メンバーに持ってて食べてみてもらおうかな。明日合わないわ、あはっけ。味はなんかさ、わかんない、なんこれ、なんやじゃん、なんかただ辛い、なんかさ、舐めただけでさ、なんかもう来るの、ピリピリカラカラっていうのが。だからは味はわからない。そう喋ったら可愛いか、毎回バカにしてるじゃん。でもそのリアクション役で食べたくなった。え、食べな、食べてみて。ちょっとさ、もっといっぺん食べちゃってくれ。ねえねえ、殺そうとしてんの、リアのこと。言っとくけど、リラは辛いのは食べられません、全然。あのなんか中本っていうさ、ラーメン屋さんあるじゃん、辛いの、あそこをいつも塩タンメンみたいなやつ食べてたから、辛いの食べれない。赤辛鍋は3番までしか食べれない。サバをちょっとで鼻水出ながらヒーヒーちょっとしながら食べる。明日の絶対喉絶対やられるやんよかった明日休みで。でもね、喉には来てない、なんか舌が一番痛い。辛いの食べれない、それ食べてるの、そう、辛いの食べれないんだけど、あの辛いの食べたいのドMみたいじゃん、待って、ドMじゃないんだよ。辛くても美味しさが強くなると甘いよね。そう、なんかセブンイレブンでさ、もやしの辛い、旨辛もやし眠るっていうのがあるんだけどね、それもちょっと辛いんだけど、それは美味しさが強いから、あのまだ旨味のある 辛さだからいけるんだけど素直に美味しいもの食べてみたし、ズシャバイでむちゃしやがって、どうしても食べるか見つけたら買いたくなっちゃって、ショールームでしか食べれないなと思って、みんなに食べてほしいと思ったから、みんな食べたらリラに感想聞かせてね。リラが体張って頑張ったから、みんなも食べて辛い、バカみたいに辛い、泣けるほど、だって見て、泣けるほど辛みが強いですって。小さなお子様や辛みが苦手な方は禁食にご注意、何禁食って、禁食にはご十分ご注意くださいって。辛み苦手だったけど食べちゃった。あのね、舌が痛い、もう一回匂いかかせていいよ。あー、びっくりした、ごめん、びっくりした。ね、匂いはさ、あれでしょ、全然いけるの、コンソメパンチ
もしかしたら、もしかしたらダカボットと北極10倍とかいけるんじゃいけないわ。辛いの苦手は無理じゃない、そんなの方が。ありがとう、優しいね。確かに確かにでしょ。下だし可愛いそこじゃない、そこじゃない。でもじゃコンソメパンチだと思いたい。3枚くらいまとめて食べてみて。やってみるか。リラがもしここで辛さで死んだらみんな見届けてね。救急車に連絡してね。3枚なんかね、口がさ麻痺して、はあ、ちょっとやめて。なんかさ、なんかさ、口がさ、麻痺して、麻痺してるからかさ、最初美味しい。なんかさ、カレーが、ちょっと待って、喋れない。ちょ、ティッシュティッシュ、あ、手汚い。お茶ない、お茶ない、お茶ない。口がさ麻痺してるからかさ、したか、あの最初食べた時はあれ辛み感じないと思って、あれいけるかもと思ったの。そしたら後から来る、後から、あーまだ辛いなんちゃん辛い、辛い、大ちゃんも辛い、ダメだ。早いは食べたんで炭酸飲むと痛くて、痛くて面白いよ面白くないわ。いいリアクションされました。やはり遅れてくるので、うん、時差ある、ママが寝ちゃってる。いわゆる可愛かったよ。アイドルと落ち着くって食べたらつい5枚食べて。バカ野郎、妹はリラをバカにしている、バカすぎる。うん、5枚せず待機、もうしない。リラ信じちゃう。
まあきっと5枚も3枚も変わんないんだろうけどね。牛乳いいって言うね。ねえ牛乳いいって言うね。でも牛乳ない。じゃあアイラ取って名前で。おい、アイラ取ってないだろ。全くアイラ取ってないだろ。3枚も5枚も同じだよ。同じだよね。同じだから同じだよ。ウィーダーリアクションも同じ。あ、ごめん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 。ダメだ、辛すぎる。皆さんもぜひ食べてみてください。リラと同じ気持ちが味わえるかもしれない。ちょっとどのくらいの辛さが食べれる人がこれがすごく食べれるのか気になるから、あのうちの倉田かすみさんがあの激辛食べれるので食べてもらいたいと思います。これレッスンの時にでも絶対食べないわ。こうやってさ見て楽しんでてさ食べてみなさいよ。買ってあげるから食べてみて。食べません。おいおい食べてよ。今日はいいもの見たな。あーやっぱ無理か。そうだよね。だってさこれのさ食べたところで何の得にも。ダメ、得はあるよ。リラと同じもの食べたっていう得。買ってくれるのは食べる。ほんと？じゃあ買ってあげるよ。みんなに買ってあげるから食べてほしい。ほんとに食べてほしい。同じ気持ち味わって、こうやってみんなもこうやってね、あーってなんだよ。あーみんな買うのやめちゃった。ごめんなさいね、セブンかローソンか忘れちゃったけど。ああでも人気だったんじゃない？これ最後の1個だった気がする。マジで買ってくれんの？それは話が買ってくる。常に食べさせて。絶対嫌。入場特典で配ろう。配ろう配ろうよ。これ1個ずつ1袋高いわ。りあちゃん10袋買ってあげるよ。ほんと？じゃあそしたらそれを入場特典にみんなに配るわ。最低。りら最低。ああ食べれませんでした。ちょっとメンバーに食べてもらったらまた教えるね。マジ辛い。ルアちゃん辛いね。ということで激辛でした。アンコールしないよ。こらこら、この間蒙古タンメン北極食べたからワンチャンそれいけそう。え、すごい、それならいけるよ。いけるいける。姉ちゃんおもろそうだから動画よろしく。分かった。じゃあちょっと持ってってみんなに食べてもらってるとこ動画撮っとくわ。みんながいいよって言ったら持ってくの忘れないようにしよう。唇腫れてない？唇大丈夫そう。赤い。でもなんかリップ塗ってない。塗ったか。ご飯食べたけど。あー見た目普通だから書いて言わないとですよ。いいね。え、今日見てない？これみんな見てない？いない。みんなこんな時間みんな見てないか。寝てるよね。みんなゆっくりしてるよね家で。大丈夫。あ、待って、三原美桜がいるぞ。みゆちゃんでももういないかもしれない。もうおねんねしたかもしれない。10時だからね。もう寝てるかもしれないからね。分かった、やってみよう。みはるちゃんにはあげないね。やめようね。みんなみはるちゃんには食べさせないよりな。差別って言われちゃう。いや違うよ。だってみゆいます。あ、みゆちゃんいた。見てた。みゆちゃんみんなに内緒にしようね。ねえみゆちゃん内緒にしようね。ガチで見舞い食べされるんですか。みはらちゃん星投げしてますよね。ありがとうみゆちゃん。みゆちゃんにあげないよ。みゆちゃん食べたら早すぎちゃうじゃんね。
ね、みんなみはらちゃんにはやめようね。みおちゃんにやめよう、みお、やめよう、やめよう。ためにきかわいいです、ありがとう。かわいいね、みおちゃん。そう、みおちゃん辛いの苦手なの。でもなんか激辛みたいなの食べてからちょっと食べれるようになったらしいけど、でもダメダメ、これは激辛を超えてるから、極激辛だからね、やめよう。みおちゃんもリラと一緒にみんなを騙す係をやっていただきます。あー面白い、めいちゃん面白そうだね。ゆうちゃんもかわいそう、かわいそう、そういうかわいそうじゃなくてかわいいだろうな、かわいそうね。相方かわいいです、思ってないだろう。みおちゃんおすすめのゼロカラースープカレー美味しかった。だってゼロカラースープカレー美味しそう。辛さってあんまりいらないよね。みはらちゃん見てながら健全な話しなさい、中川さん。キャー大変、健全健全健全よ。そんななんかリラが健全じゃないみたいなよ、おい。はい、ありがとう、みんなぜひ買ってみて、ほんと食べてみて、感想聞かせてね。このあとね、10時15分からあのあれ、今日チェキ買いできたあのシナモンのパジャマを着てチェキ買いするので、ぜひ皆さん遊びに来てください。もう受付もスタートしていますので、ぜひに待ってるよ。AJ の宝なので、みはらちゃん、みはらみおちゃん大事にしないと。そうだよ、AJ の宝だから。大事にします。みんなで大事にしようね。ジャージじゃないんですか。それはおもちゃな。本当に面白かった。今日のチェキ会でさ、おもちゃのジャージでさ、出ててさ。ほんとかわいいなぁと思って、やっぱおうちはこうだよねって。グレールのシナモン、そうグレールのシナモン、ファンのみんなも買ってみてね。なんかシナモン売り切れみたい、もうやっぱシナモンって人気なのね。中川さんの配信見とかマニアックですね。違うよ、みおちゃんはきっとみんなの配信をね見てくれてるんだよ。優しすぎるでしょ。おもちゃのジャージ素敵でしたね。おもちゃのジャージ最高だった。シナモンの参考画像ありますか。参考画像ね、ない。あ、チェキチャのあの写真が参考画像。ちょ、チェキチャから見てみて。え、分かんなかったら言って、あの後で告知するときにあげるね。あ、分かった、あげるわ、告知するときにね。ちゃんみよだれの配信にもいるイメージね、素敵よね。本当にいいんだよ、リアの配信は。最初、もし最初に入ったとしても寝なさい、こんなこんな配信見なくていいからとか言って。みんな見てくれてんのにごめんね、みんな。いや、みんなは見てほしいよ。みんなはさ、リアのあのお話に付き合ってくれるかい。面白いね、みんな。今日写真撮ってるけどめっちゃ可愛かった。やったね、可愛かったって。おもちゃがさっきインスタ上げてたよ、リアとアンドの通称。そう、おもちゃがね、あげるって言ってくれてた。ぜひ見てみて、リラインスタやってないからわかんないけど、見てるのに。ね、みおちゃん本当ありがとうね、見てくれて優しいよ。でも眠くなったら寝るんだよ、ちゃんと。わかった、おやすみ。違う違う。ダメダメ、みんなはダメ、みんな言っちゃダメ。ってさ、いつもリラご飯食べるかさ、アホみたいな話してるかしかさしてないのに、みんなありがとうね、見てくれて。今日はなんかね、ちょっと辛いものを食べて企画みたいな感じでやろうと思って。はい、ありがとうございます、かわいいね、流し見しててね、ありがとう。ほら、リラちゃん、ミオちゃんが見てくれてんだって、よかったね。あー、辛いのも収まっていい感じだわ。なんか暑くなってきた体。みはらちゃん本当にいい子ですね、本当にいい子よ、天使なので、我らがネイジュの大天使。
ネイジはみんないい子たちばっかりだから体に異変がうわー体に異変が。どうする、明日朝起きたらさ、辛さで体がバーンって弾けてさ、めっちゃ背伸びてたりめっちゃ太ってるかもしれないむくむく、体むくんじゃってお相撲さんみたいに大きくなっちゃうかも。大変だ大変だ。そろそろ終わりますか。着替えなきゃね、シナモンさんに。リアちゃん特大天使くらいかな。あ、ほんと、リアちゃん特大天使だって。やったら大きな天使。明日なんだこれは。ヒリヒリしないといいですが大丈夫そう。いっぱい水飲みます。なんかね、今めっちゃ元気だからね、後でなりん。ネジほんとみんないい子よね。わかるわ、ほんとにそう。ファンの人が一番わかってると思うけど、ほんとにいい子よ。リラ席になっても好きでいるね戦おうね、みんな。リラ席になったらそれでいっぱい飲みます。逆にめっちゃ可愛くなってること期待してるわ。わかった、もうすっごい美少女になってるかもしれないそれはないわって心の中で笑っているだろう君たちひがいちゃん北極食べて翌日なんだ欲しい。お尻かななるほどね、大丈夫そう、そんなに食べてないから気をつけます、ありがとうじゃあ終わろうかな。え、今も美少女なのに。やったー、今も美少女だって優しいね、ありがとう。美少女だと思ってくれてる人がいるならそれはそれでありがたいわ。やめて、痛い。最後にもう一枚食べますか。食べません、もう食べない、もう辛いもん。せっかく落ち着いたのにチャキチャが始まる前にリーダーはあーあーってなるから。5枚食べてないよ黙れ黙れ、黙っとけ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 。シッシッ。あ、そう、最後におすすめじゃない、告知をしようと思って。これから毎週日曜日にショールーム配信をしようと思います。時間は一応21時からを基本やりたいんだけど、お仕事の都合上とかライブが帰ってきて間に合わないとかがあった時はまあ変更とかするかもしれないんですけど、基本日曜日の毎週日曜日21時からショールーム配信をしたいなと思っておりますので、ぜひお気に入りボタン押して毎週一緒にのんびりお話ししてくれたらなと思います。次はどの激辛ですか。もう食べない、激辛はやめてやめて。そう、まあこんなゆるくのんびりお話しする時間をねみんなとできたらいいなと思ってますので、ぜひ毎週、そう、毎週できたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。毎週激辛はやらないよ。でもリア基本食べることしかさしないから、まあのんびりお話ししようじゃないかね。こうやってみんなでお話できるの楽しいしね。可愛いリアちゃんの話見て癒しの時間でした。よかった、優しいわね。ゆるくのんびりに自分からしなくした今日でも今日もゆるくのんびりよ、激辛を食べただけで。常にこれですあ、ロシアンルーレット特技面白いね。一人ですんの、結局全部食べたらさ辛いのリランとこ来るやん次週日曜日楽しみにします。はい、お楽しみにしててください。辛さわかんないけどケンタッキーのグリーンホットチキンとかどうでしょうね。え、それ辛いって言うよね、辛そう激辛企画みたいになってるけど
いや辛いの食べれないよ。あー面白い。来週も皆さん一緒にお話ししましょう。そしてね、来週はかすみちゃんの卒業ライブもありますので、レイズのライブも会いに来ていただけたら嬉しいなと思います。来週もまたお会いしましょう。それでは以上、リラピオこと中川リラでした。まーちゃんもいるよ。バイバーイ。まーちゃんバイバイして。バイバイは？バイバーイって。うん。バイバーイって。おやすみーって。